こんにちは。どこでもスカートで旅するチエルです。今回やってきたのは日光。新しくオープンした楽天ステイヴィラ日光に一泊してきました。日光駅から20分くらいかかりますが、車だと5分で駐車場も完備。全21棟ヴィラタイプの宿泊施設で、敷地に入ると日光の豊かな自然やいろは坂のうねりを表現したダイナミックな中庭が広がっています。共用スペースにはトイレ、自販機、製氷機も完備。それでは本日宿泊するヴィラに向かいます。こちらのお部屋です。ルームキーは事前に番号がメールで来ていたので、そちらで入室します。はい、お部屋入りました。じゃあ早速ルームツアー行ってみよう。はい、まず玄関はね、こんな感じでかなり広いです。こういった消毒、除菌、虫除け類も用意してあります。スリッパもね、かなりたくさんありますね。ちなみにお部屋によってはペットとも泊まれます。じゃあどっから見ていけばいいかちょっと迷うけど、まずはこのメインのお部屋から見ていこうかな。メインのお部屋こんな感じでかなり広いです。キッチンとね、リビングルーム的なスペースですね。大きいソファーがあったり、なんかいろいろあって、天体望遠鏡まである。すごい、家庭用プラネタリウムまである。多分これかな、なんかね、プロジェクターも使えるらしい。あ、これがそのプロジェクターのリモコンですね。でこっちがテレビのリモコンなんだけど、まあ、Netflix などの動画アプリが見れるタイプです。で、ティッシュと、これなんだろう、開けてみたらおしゃれなランタンが入ってました。こっちがね、ダイニングスペースなんですけど、8席ありますね。テレビはこちら側についてました。あ、そしてテーブルの上にはお茶菓子もありますね。だってキッチンもかなり大きい。で、洗剤とかね、ハンドソープとかもしっかり用意されております。 IH タイプですね。まな板も3サイズ用意されてます。はい、そしてね、こういう調理器具だったり、まあ、グラス類とかサランラップとかね、本当に料理に必要なものは一通り揃っていますね。で、下の段こんな感じでアイスペールとかもね、あるんですけど、製氷機はね、共用スペースにありました。そしてね、何気にこれすごいなと思ったんですけど、この大きなね、ホットプレートもありますね。焼肉パーティーとかしても楽しそうです。あ、そしてしっかり食洗機まである。ちょっとね、細かく見てたらキリがないぐらいいろいろある。コーヒーマシーンにカプセル、ケトル、まあ、キッチンペーパーだとか炊飯器、電子レンジ、ゴミ箱も分別できます。食器類も一通り揃っております。2段目こんな感じ、お皿かわいい。3段目にもね、いろいろ備品があるんですけど、ちょっとこだわった調理器具まで揃ってるのはすごいです。で、冷蔵庫かなり大きいけど、何か入ってるのかな。はい、冷蔵庫の中にね、こんな感じで夕食の材料が入っております。あとね、無料のシリカウォーターもついてました。うん、2段目にもね、材料が入ってました。まあ、3段目冷凍庫ですね。で、さらにね、横にこういったスペースもあるので、小さいお子様連れの方とかもね、過ごしやすそうですね。他の引き出しの中にね、寝具もあるので、まあ、ここに布団を引いて寝ることもできそうです。まあ、コンセント USB の数ね、今回かなり多いので、まああえて数えないんですけど、まあ絶対困らないぐらいたくさんあります。では景色の方もチェックしてみます。よいしょよいしょ。はい、景色こんな感じ。光もね、すごく入ってきて明るいですし、緑がいっぱいでめちゃくちゃいい景色。ちょっとテラスに出てみます。テラスもかなり広いですね。素敵。ここでね、夏だったらバーベキューパーティーとかしてもいいですよね。で、お庭というかね、この人工芝が引いてあって、結構スペースも広いので、ペットとかね、連れてきてる方はこちらも便利なのかなと思います。いや、改めて外出てみたけど、空気美味しいし、なんか川のせせらぎも聞こえてきていい感じです。はい、そしてさらに奥にもお部屋がありました。はい、こちらね、とっても広い洗面所スペースになっております。鏡も大きい。ここにもね、飲料水があって、で、アメニティもあって、ボディタオル、綿棒、歯ブラシ、うがい用のグラスも置いてあります。ハンドソープもあります。で、下段はタオル類やゴミ箱やドライヤーかな。ドライヤーはサロニアのものでした。で、この奥は、はい、お手洗いですね。お手洗いも広くて清潔感があります。お手洗いの設備はこんな感じ。はい、じゃあその奥がね、お風呂場になっております。
はい、こちらねバスルームになっております。バスルームも広い、綺麗。このお風呂、天然温泉が出てきます。最高ですよね、お部屋で天然温泉が楽しめちゃう。お風呂場からの景色もいいですね。奥が山なのでね、人目を気にすることなく景色を楽しみながらお風呂に入れます。で、洗い場もねめちゃくちゃ広くて、シャワーもこんな感じで手持ちタイプのものとレインシャワータイプのものがあります。シャンプー、ボディーソープ、コンディショナーも完備。はい、水圧チェック。はい、こんな感じ。お、結構しっかり水圧強めです。はい、そしてね、まだ終わりじゃないんですよ。この次に紹介するところが私的一番のハイライトですね。じゃじゃーん。はい、こちらなんと全室サウナ付きでございます。広さ的には2人もしくは3人ぐらいまで行けるかなっていう感じの広さです。さらにさらに、なんと外気浴デッキまであります。はい、こんな感じでね、椅子が1つ置いてあって、こちらでね外気浴することができます。景色はこんな感じですね。サウナ、水風呂、外気浴と揃ってるのでね、サウナーさんにもかなりおすすめとなっております。はい、そして入り口側戻ってきまして、まだまだねお部屋あるんですけれども、じゃあこちらのお部屋見てみます。はい、こちら寝室ですね。大きなベッドが2つあります。枕元で充電も可能です。夕方だけどね、光が入ってきて明るいですね。で、こちらなんだろうな、すごい、お手洗いもう1個ありました。2つ入ってますね、このお部屋は。じゃあ最後このお部屋、ここは何だろうな、あ、まさかのね、ちょっと小さいタイプのシャワールームがもう1つありました。大人数でお風呂1個だとね大変なので、結構助かりますよね、2つあると。シャンプー、コンディショナー、ボディーソープも完備です。さらにね、洗面所もついております。ここにもね、ハンドソープがあったり、アメニティもあって、こっちもボディタオルと歯ブラシですね。タオル類もしっかり用意されております。はい、そしてなんとね、ドラム式の洗濯機まであります。これなんだろう、このモニター、あ、これでチェックインできるんだ。はい、こんな感じでチェックイン完了です。非接触でね、このチェックインもチェックアウトもできるので、まあ今ね、インフルとかも流行ってますし、いいですよね。その他ね、お問い合わせとかもここでできるみたいです。コーヒー入れたのでいただきます。あー、たまる、美味しい。じゃあおやついただいてみます。ハスの実スナック、女性に嬉しいって書いてある、薬膳なんだ。こんな感じの実が入ってます。うん、あ、ナッツっぽい感じで美味しい。あとこの恋するいちごというおやつもいただきます。うん、おいしい。フリーズドライの甘酸っぱいいちごにホワイトチョコがかかってておいしい。で、今回ね、この楽天ステイビラ日光にちょっとオープン前に泊まらせていただいております。まあ、この動画出す頃にはおそらくオープンしてると思います。まあ、日光ってことでね、都心からも車で2時間ぐらいあれば来れるし、私はね今回あのリバティ渓谷に乗ってきたんですけれども、まあ、駅からもね、歩いて20分ぐらいだったかな、車だとねもう5分以内ぐらいで着きます。ちょっとねお散歩がてら歩いてきました。ただ坂道がね結構あったので、まあ荷物とかね多い方はタクシーとか使った方が楽かなとは思います。で、アクセスもねすごくいいんですよ。その駅からもね近いし、日光東照宮とかね、新京とか観光スポットもね車で5分ぐらいの距離みたいです。あとはね、華厳の滝とか、中禅寺湖とかも車で30分ぐらいという距離感ですね。まあ、なのでね、あの日光の旅行の拠点にもおすすめです。私日光ねちょっと前に来て観光その時にしたので、今回はねもう観光せずにこの宿で砂活をひたすら楽しもうかなと思ってます。あ、そして Wi-Fi のスピードテストもしたんですが、かなり爆速ですね。じゃあ砂活用に水着に着替えました。今日はね白のサウナハットと白の水着でちょっとね冬っぽい感じにしてみました。温度高めでいい感じ、すごい本格的、90度だったかな確か。
マックス、まあ、公共のサウナだとさ、やっぱり混んでたりして、こうスペースもね、上の段がいいのに下の段しか空いてないなみたいな時もあったりとか、結構ね、こうびっちりしててストレスになったりするけど、ね、貸し切りっていうのが最高だね。好きなペースで何回でも真夜中でも入れちゃうっていうね、最高です。ご飯の時にはね、お酒やっぱ飲みたいんですけど、お酒飲んだ後サウナするとあんま良くないので、今ねしっかりサウナを楽しみます。というわけで3セット頑張ります。じゃあロウリュいきまーす。よっ、あー出らず、でも気持ちいいです。あーつー、はあ、冷たいけど気持ちいい。サウナも高温だし、水風呂もしっかり冷えるからね、そんな朝でも満足できるサウナだと思います。はあ、すっきりした。じゃあご飯の準備します。その前にサウナ後の一杯レモンドをいただきます。乾杯。あーくー最高。あーちょっと飲みながら準備したいと思います。なんだろこれ、めっちゃ重たい。はい、夕飯こんな感じで材料入ってますね。もう切ってあったりするので、ほぼ調理することはなさそう。よかった。霜降り高原豚の湯葉しゃぶだって、美味しそう。あ、でこの袋の中身はね、しゃぶしゃぶ用のお出汁でした。あ、ちなみにね、ご飯も炊くんですけど、サウナ前にね、炊いておきました。まあ、しゃぶしゃぶ以外はほぼ温めるだけですね。はい、じゃあこんな感じで準備しました。早速やっていきましょう。ちなみにね、これ今回2人前用意してくださってるそうですが、まあ、私全然ペロッと食べれちゃいそうな量ですね。まあ、結構ね、あのヘルシーめなので、大食いだよって方はね、追加で何か持ってきてもいいかも。内容としてはお肉にお野菜、サーモンのマリネかなと湯葉で、これも湯葉ですね。あとさっきレンジで温めた小鉢。ちなみにお酒はね、行きに買ってきた日光ベルジャンビールのホワイトビールですね。こちらをいただきます。うまっ、うんうん、だししみしみの煮物ですね。優しい味、うん、この湯葉の小鉢もいただいてみます。これは冷製小鉢みたい。これもめちゃくちゃ出汁が染みてて甘い、美味しい。エビも入ってて、うん、うん、うん、ご飯もいい感じに食べた、うん、旅行先までご飯作りたくないなと思ったんですけど、ほぼほぼね、もう準備されてるんで温めるだけで楽ちんですね。程よくこのちょっとアウトドア気分が楽しめていい感じです。お、じゃあお出汁も沸騰してきたんで、しゃぶしゃぶもやっていきましょう。ロースとバラ肉があるみたいですね。じゃあロースからやってきます。しゃぶしゃぶ、いいんじゃないでしょうか。ポン酢とかね、なさそうだけど、そのままいけるのかな、味ついてるのかな。うん、おいしい。でらうまー。ポン酢とかごまだれはないんだけど、お出汁の香りがかなりね、しっかりしてて、まあ、少しね、味もついてるので、これ優しい味なんですけど、どしかなくても全然美味しく食べられます。次はバラ肉をしゃぶしゃぶ。うん、おいしい。お肉がね、すごく美味しくて、脂もね、甘みがあって美味しい。しつこくない。じゃあサーモンのマリネいただいてみます。うん、さっぱりしてて美味しい。じゃあ湯葉もいただきます。これも一応しゃぶしゃぶしてみようかね。うわ、湯葉美味しい、クリーミー。この湯葉はね、最後にあのご飯にのせてだし汁かけてお茶漬けにするのもおすすめみたいです。お野菜とかもね、入れます。
入れちゃおう全部。幸せ。ゆっくりいただきます。はい、夕食後は天然温泉を堪能します。あー、よっかな。物質もいい感じ。サウナもいいけど温泉にも入れるなんて最高すぎるね。しかも今日寒いから開けないけど、窓開けたら露天風呂っぽくもできると思う、うん。はい、晩酌タイム。今日来る途中に買った里山ワインというのを飲んでみたいと思います。鹿沼ワインだ、読み方違うみたい。うん、美味しい。あ、結構甘口、デザートワインみたい。うん、おつまみもね、一気に買ってきました。ミーのクラッツカマンベールチーズ。ワインにはカマンベールだよね。ちなみにね、プラネタリウム起動してみたらすごい綺麗だったんだけど、カメラじゃね、ちょっと映せなさそうだったんですよね。で、この音なんだけど、なんかこういうね、自然音も流せるみたいで、結構癒されるなと思って今虫の音を流してます。海とか川の音もあったし、ヒーリングミュージックもあった。うん、おいしい。いや、癒される、この音。今日も歯ブラシがでかい。眠い。行きます。1.5 ロールです。はい、というわけでね、この宿はサウナに温泉に楽しいことがいっぱいあるので、ついつい深夜になってしまったんですけれども、明日もね、朝風呂とか入りたいので、もう寝ようと思います。おやすみなさい。おはようございます。あんなに酒渇したけど、めっちゃ塩分取ったし、お酒も飲んだから、むくんでるな。メイクシーン撮るのなんか久々かも。下地もファンでも相変わらずクレードポーを愛用してます。普段はね、リキッドタイプが好きなんだけど、旅行の時はね、クッションファンデタイプの方が持ち運びやすいので、これを使ってます。リップはクレトポーの今年のクリスマスコフレです。色かわいいんだ。今年のクリスマスコフレまだこれしか買ってない。この動画出すからクリスマス過ぎてる可能性あるな。よし、メイク完了。はい、そして朝食はこんな感じで準備されてます。お魚温めるぐらいで食べられそうです。厳選素材の和朝食、洋食もあるみたい。フリーズドライのお味噌汁ですね。お、すごい湯気出てる。魚はね、これで焼きました。朝食こんな感じで健康的な和朝食です。ご飯はね、朝用もあったんだけど昨日のが余ってたのでそれをいただきます。お味噌汁と焼き魚に、まあ、卵焼きや茶碗蒸しかな。あとは漬物梅干しです。美味しい、この味噌汁。なんかほとんどレンジでチンした以外何もしてないけど、ちゃんとご飯作った感がありますね。うん、お魚めっちゃ美味しい。脂が乗ってて、うん、あ、茶碗蒸しだと思ったやつね、茶碗蒸しじゃなくておひたしですね。これごまドレッシングかな。うん、いいですね、ご飯に合うおかずばっかり。軽めの朝食だからね、この後日光でランチとかしようかなと思ってる方でもちょうどいいかなと思います。
様でした。美味しかった。はい、というわけでね、ここは10時チェックアウトなので、まあ、ぼちぼち準備して出ようかと思います。最後にね、この楽天ステイビラ日光に宿泊した感想をまとめます。なんといってもね、この全棟天然温泉付き、そしてサウナ付きっていうのがもう本当に最高だなと思いました。でチェックインもね、非接触でできるし、本当にプライベート感がすごくあって、ちょっと別荘に泊まりに来たような、そんな感覚になれるなと思いました。あと大人数でも泊まれますし、あのペット連れでもね来れるっていうことでね、いろんな使い方ができるんじゃないでしょうか。価格帯なんですけれども、現在まだプレオープンということで、ちょっと正式な価格がわからないので、またね、分かったら書いておきます。詳しくは概要欄に URL を載せておくので、ぜひそちらからチェックしてみてください。じゃあチェックアウトします。これで完了だ。あっという間にチェックアウトできました。最後まで見ていただいてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。また旅のお写真をインスタグラムにも投稿しているので、よかったらそちらもフォローお願いします。では